ウイルス化や物価高騰に苦しむ飲食店などの支援に向け県が独自に発行する GoTo イート食事券について花角知事は10月中旬にも販売を始める方針を示しました県はウイルス化や物価高騰に苦しむ飲食店を支援しようと県独自の GoTo イート食事券を発行することにしていて 12億5000万円の事業費を盛り込んだ補正予算が今月閉会した県議会で可決されました花角知事はきょうの会見で食事券の販売や参加店舗の募集などを行う委託事業者を公募し感染状況を見ながら10月中旬にも食事券の販売と利用を始める方針を示しました 感染のリスクは上がるというところはあるんでしょうけれども、まあ、あの経済活動の回復を両立させていく上では、その状況を見ながら判断するということだと思っています県独自の GoTo イート食事券は、1冊1万円で購入し、1万2千円分利用できるもので、50万冊の発行を予定しています。